こんにちは、ホミーです。今日はこちら、続きです。今日は短めにやります。全部やりきれないので、やれるところまで今日今日の動画でやろうと思いますが、カミカミじゃん。これはとりあえず、ここから編み始められるような状態まで持ってきました。はい、段数はここから数えて合わせてこの印つけて、こっちは印がもう取れちゃったからないんですけど、この何段っていうのを数えて同じ目数にな、同じ段数になっているところで、ここから編み始めようというところで、ここにこう糸が来ているという状態で、これはもうお疲れって感じで、こういう感じになってます。これざっくりやったんだけど、これ最後のこう数段のところの調整な感じでこう切れてる感じですね。はい、でとりあえず1個終わって、であとこっちを合わせようというところで今なんですけど、こっちはメリヤスのところ、まあ、こっちもメリヤスのところだったんだけど、こうなんかパニクっちゃったのもあるんですよね、私がちょっと冷静になってなかったからっていうのがあって、なんかどうすればいいのとかっていう感じだったんだけど、まあこのこっちやったから、こっちの時はちょっと冷静になっています、私としては。だから今このメリヤスの一目ずつ、まあ、落ち着いて、こういう目のかけ方をしとけばもうすぐ編める状態になるなぁと思って、今そのように拾い始めたんだけど、あ、じゃあここのところをちょっと動画にしようかなと思って、こんなことをする方はなかなかいないと思うんだけれども、この目を拾うことよりも、ほどくところがやっぱめんどくさいですよね。編んだ方向と違っちゃうから、まあ片方できたからちょっと希望の光じゃないけど、もうちょっとだっていう感じがして、気持ちが戻ってきました戻ってきたっていうのも変だけど、なんかやっぱりガーンっていう気持ちが先にね来てしまうから、あーって思っちゃうんだけど、経験を積みたいって言ったの自分だなって思ったりしながらこんな経験をしたいと思ったわけじゃないんだけれどもとか思いながら、でもこれでなんかこういう作業がね、とってもめんどくさいですよね。編むというのと逆の作業って、でも確かにこういう作業をするから見えてくるのってあるなーっていうのは感じます。ちょっと針もう一本ないとダメかな。ちょっとじゃあ飲み物いきますね。今日の蓋付きマグカップ、はい、白桃カルピス。拾うだけだから別の針で全部通った。でとりあえず一周針を通したところで、
内側から編み始めるから、ちょっと余裕を持ったところらへんで切る、でほどいていく感じなんですけど、少しねこうやって、まあこれはちょっと短すぎるとダメだけど、長い分には後で切れるから、ここからあと、じゃあこの辺で切ってみよう。でこの。ドキドキしますよね、これ切るのね。ちょっとこの辺を切って。さっきねほどいたところはちょっとゴム編みのところもあったりとかして、裏編みだとこう引っかかってる場所が違うっていう言い方で合ってるだろうか。あ、ちょっとなんかこれ違うぞ。ちょっと気持ちが沈まないようにカルピスにしてきたんです。そんな単純じゃないかもしれないけど、まあでもね、1個目片方、もう片方の方の時は本当になんかギリギリのところ切るのが怖いっていうのとか、あとなんかそのスーってほどけるイメージを勝手に持っちゃってたから、そのこう一針一針ね、逆戻りだから、そのあーめんどくさいなーって思いながらやってたのもあるんだけど、それでなんかちょっともたつきながらふてくされながらやってたのもあったけど、片方できてちょっと気持ちが楽になって、でちょっと今違う感覚が、まあこのほどき方よりもっといいほどき方がもしかしてあんのかもしれないけど、まあそれもこうやってみて、まあこんなこういうことはもうやりたくないけど、でもねこういうことも、まあ靴下ぐらいなら本当全部ほどいて編み直すっていうのでもね、あることかもしれないけど、もっと大きいものとかになったら、いやー、まあほどくということももちろんね、やり方として逆にそっちの方が早いんじゃないっていうのもあるかもしれないですよね。その間違ったところだけリカバリーするよりも、まあ、そういうこともありつつ、だからこれがすごく時間がかかってもこんなことしてるならね、編み直した方がいいと思うなら、多分次同じことやったら全ほどきするかもしれないし、それはちょっとわからないけど、間違えないようにしたいですよね。ほどいた部分が長くなってくるとね、ほどきにくくなってくる。なら切ればいいのね。ケチだから。切るか。もうちょっとっていうところで急に焦り始める。こっち側だったんだ、やっぱり。取れました。時間かかってる。で、こっち側から編むから、これを戻るということ。
編み始めるところまで戻って終了。うわー、これこっちの足はすごく時短だ。だから一つやってみたからですね、経験値が大事ということですね。よかった、諦めなくて。はい、というなんという動画なのか本当に。とりあえずこれらがほどいたもので、こんな状態に今なっています。段数は数えましたので、同じになっていて、ここのかかとからね、同じになっていて、ここから、ちょっと今こういう状態で、この茶色い単色を使って、ここからこう履き口に向かって、ゴム編みをしていきます。これ一目ゴム編みですね。はい、ということで今日は編むところはやりませんが、次の動画で編むところをやりたいと思います。本日の手芸は19時45分から動画を公開しています。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。三名学プチ鑑定というものをやっております。説明の動画、申し込みフォームなどはリンクが貼ってありますので、そちらから興味のある方は見てみてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。